で見事勝利管理します月立茂人調教師です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。まず感想をお願いいたします。いやもう本当に嬉しいです。はい、今日もゴール前は止まりましたけどもどう見てましたか？まあ止まるのはちょっと予定はしてたんで、まあよく頑張って、もう一回ももう止まったらちょっと勝てなかったかなと、ちょっと今安心しています。今日は馬体重プラスで出てきましたけども、そのあたりはどうだったんでしょうか？いやもう、あ、なんていうんですか、体調、ま、の良さが馬体にも現れたかなと思っています。デビューからここまで馬の成長というのはどうでしょう？いやもう、夏場過ぎるまでちょっと思ったよりこう、成長がなくて、涼しくなってから随分体も増えて、体調も良くなって、レース内容もまた良くなってきたんで本当に良かったと思います。そんな中今日のレースを迎えました。はい、まあ、重量も一気に増えてということでしたけれども、はい、馬にとってはどうだったんでしょうか？いやもう本当に、まあ、一気に80キロ、まあその辺は、まあ、馬も不安だと思うし、うちらも不安で、ちょっと心配でした。レース展開かなりどの馬も一戦で差のない競馬でしたけれども、イオンどうだったんでしょうかね？まあ、いつもの、まあ、展開は作れたかなと思っています。はい、あとは降りてから結構リードはあったんですけれども、はい、止まってっていう繰り返しっていう感じでしたけども、はい、そのあたり馬にとってどうなんでしょうかね、その止まるっていうことに関しては。いやーやっぱりまあ重いのと、まあ前半無理してきてる分がやっぱりゴール際、まあちょっと辛い面があったかなと思います。今後の課題というのはそのあたりということになりますか？はい、はい、あと来年度に向かってということになりますけどどうでしょう？はい、またま、できればイレネ駅ねを使いながらまた考えたいと思います。はい、では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。これからもイオンの応援よろしくお願いします。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。